ソイコール桜井年をトランプ米大統領が北朝鮮への軍事力行使に触れた発言をめぐって北朝鮮がちぐはぐな対応を見せて朝鮮人民軍の幹部が軍事的な相応の行動を警告したかと思う。翌日にはキム・ジョンウン ジョンウン朝鮮労働党委員長の側近で、対米外交の責任者が、出現なら幸いだと非難のトーンを抑え、金氏は非核化をめぐる交渉の期限を年末として米側に情報を迫って、交渉が妥結するかはトランプ氏の判断にかかって、発言が不愉快でも反発しすぎて、 トランプ氏の期限まで損ねるわけにはいかないという金氏の苦しい立場を物語っている。トランプ氏は3日、金氏との関係は良好だとしつつ、軍事力行使が必要なら使うと述べた。これに僕ただ視点、パク。チョンチョン軍総参謀長は4日の談話で、武力使用は、 米国の特権ではないと主張し、米側が武力を使えば、相応の行動に出ると威嚇した。ところが、蔡義姫、チェ、ソンヒ第一外務時間は5日夜の談話で、突発的な出現なら幸いと前。 計算された挑発だと確認された場合、対抗としての暴言を始めると通告。対抗措置を暴言に引き下げた。蔡氏はトランプ氏がミサイル発射を繰り返す禁止をロケットマンと揶揄したことに、最高尊厳である金氏に非予法を無闇に用いたのは、 一層不愉快だと、金氏はトランプ氏にまだいかなる非喩表現をしていないと強調。再度問題発言追いぼれの猛録が始まったと見ると嫌味も加えた。